きりとわかる。黒ゴケグモは、英名では、ブラックウィドウ、あるいはサザンブラック、ウィドウと呼ばれ、ゴケグモ族に属する北アメリカ原産の雲の一種で、ある。この種のメスに見られる、特有の黒と赤の模様や、メスが交尾し終わった後のオスを捕まえて食べる場合があることでよく知られている。その猛毒は、健康な人間が、 危機に陥ることは滅多になく、噛まれることでの死亡率は1%未満である。黒ケグモが最初に記載されたのは、1775年、ヨハンクリスチャン・ファブリシウスによるものであった。彼は本種をアラネアに所属する一種として記載した。本種は、現在では、クモ目モクの一家であるヒメグモ家に所属している。このクモはツヤクロゴケグモ及び、北ケグモと近縁である。 この三種はよくカガリグモ属と混同される。1970年にカストンによって現在の北アメリカに住む黒ゴケグモ群の分類が現在のような形にまとめられたが、それ以前にはこれら三種すべてのゴケグモは黒ゴケグモエル・マクトンズ一種に分類されていた。その結果、黒ゴケグモの学名にエル・マクトンズを当てている多数の文献が存在している。 一般社会での使用の範囲では、ブラックウィドウという言葉自体は、一般的には、この3種を区別せずに使われている。成熟したメスの個体は、全長およそ38ミリメートル、幅およそ6.4ミ、mm、リメートルである。メスは黒く、ツヤツヤと光り、砂時計の形をした赤色の模様が丸く膨らんだ、腹部の覆面についている。メスの体の大きさには、非常に幅があり、 特に卵を運ぶメス。産卵前のメスの腹部は12.7ミ、mm、リメートル以上になることがある。大多数のメスは腹部後端にあるデイト突起の上の背面にオレンジ色や赤色の反転がついている。本種のオスは黒色か、外見上は容体に近い姿をしている。メスに比較してとても小さく大きさ6.35ミ、mm、リメートル以下である。妖精は 生体とは外見の上ではっきりと見分けがつく。腹部はネズミがかった色から黒色で、その上に白い島が走り、黄色かオレンジの点々が乗っている。本種は南北アメリカ大陸を中心に分布する。元来はアメリカ合衆国南東部で発見される。その生息範囲はフロリダ州からニューヨーク州、西はテキサス州、オクラホマ州、アリゾナ州、 そしてネバダ州に広がる。エルベリアラスは主にアメリカが州国北東部とカナダ南東部で見つかるが、しかしながらその生息域は本州エルマクトンズと重なっている。カナダにおいて本州の生息域はブリティッシュコロンビア州南部、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、そしてオンタリオ州に広がっている。本州はツヤクロゴケグモ及び、 灰色ゴケけ雲と共にハワイ諸島に定着している。これらのうちの少なくとも一種がハワイ州内へと侵入した経路は州内への輸入農産物であろうと推定されている。日本では2000年に山口県の米軍岩国基地で発見されて以降基地内での繁殖が問題になっており、米軍は成虫及び幼虫の発見、駆除報告を岩国市へたびたび出しており、 2010年に岩国市は山口県と岩国防衛事務所の三者合同で早期に完全駆除するよう米軍に要請したが2013年現在でも発見、駆除の報告が続いている。基地で繁殖した黒ゴケグモは基地の外にも広がっており2003年と2008年に門前川を挟んだ基地の対岸にある門前住宅での発見を含め 山口県の報告によると2011年までに3回基地外で確認されている。セアカゴケグモが発見された1995年以降定着しているほか、灰色ゴケグモも定着している。これらは別種であるが、本種の亜種とされたこともある。性的に成熟した本種のオスは、生網という小さな膜状の網を作り、その上に生液を仮置きし、 自身のフレッシュ器官に生液を装填する。黒ゴケグモの交尾は、オスがフレッシュをメスの生殖口に挿入することで行われる。メスは、卵を糸で作られた球状の器に産み付け、卵はその中にあって、目につかないように守られる。メス1頭は一夏に4から9の卵脳を産むことができ、それぞれの卵脳はおよそ100から400個の卵を中に収めている。通常、 卵は20日から30日で孵化する。しかし、この過程を経て生き残るのは100頭程度である。平均すると、最初の脱皮を経て30頭が生き残ることになる。この現象の原因は、ともぐい、餌の欠乏、及び適切な隠れ家の不足による。黒ゴケグモが繁殖可能なまでに成熟するには2から4ヶ月、かかるが完全に成熟するまでには、 害して6かかから9ヶ月かかる。メスは最長で5年間の寿命があるが、オスはず。この種のメスは時として交尾の後にオスを食べてしまうことがある。寿命は環境の影響が大きいが、その中でも身を隠す場所があるかどうかが最も重要で、餌は2番目に重要である。メスに食われなかったオスは他のメスと交接を行うことがある。 交尾の後で必ずオスがメスに食われるという話は非常に広範囲にルフした誤解である。黒ゴケグモは普通は様々な昆虫を捕食するが時にはわらじ虫類、ヤスレ、ムカデ、パノカ。獲物が網に引っかかると黒ゴケグモは素早く巣内の隠れ家から出てきて獲物を自身の出す糸でしっかりとくるんでしまう。身動きが取れなくなったところで噛みつき獲物に毒を注入する。 その毒は効果を発揮するまでに10分間かかる。それまでは、獲物は蜘蛛に固くつかまれている。獲物の動きが止んだ時、刺し傷に消化酵素が注射される。蜘蛛はそこで捕らえた餌を代皮場所に運び上げてから食うのである。北アメリカ大陸では、黒ゴケ蜘蛛には様々な寄生者や捕食者がいる。しかし、生物的防除の効果を上げるための方法として、 何らの評価が下されたことのあるものはない。乱能に寄生するものとしては、卵黒鉢かの飛べない鉢であるベイアスラトロデクタイ、及び、キモグリバエかのハエの一種であるスドガークスがある。生態の捕食者には、いくつかの狩り鉢がある。その中で著名なものに、穴鉢か、泥ジガ鉢やかのブルーマットドーバー、英語では、スパイダーワスプと呼ばれる。 ベッコうバチ下のテイスティアティーンやフェスティーバが含まれている。これらの狩りチは幼虫の餌としてクモの生態を専門に捉えるハンターである。他の生物、カマキリやムカデなども時としてこれらを獲物として捉えるだろうが、このクモを特に選んで攻撃するものではない。このクモは人家周辺のゴミ箱付近、屋内のテーブルや椅子の下などに網を張る例も知られ、北、アメリカにおける 雲交渉の約半分はこの種による。噛まれる部位としては指の間の柔らかい部分が多い。アメリカ国内における配管工事での技術進歩は屋外式便所から水泉式便所への交換工事が施行される現場での雲交渉の発生率と死傷者率を大幅に減少した。これらの雲はとりわけ大きいわけではないが、その毒は極めて強力である。 他の雲と比較しても、黒ゴケグモの、ハサミ角は格別大きいわけでも強力なわけでもない。体を成すハサミ角にはそれぞれに、中空で注射針のような形をした部分があり、これは捕らえた獲物の皮膚を突き破る役目を持つ。成熟したメスの場合、この部分はほぼ1.0ミ、mm、リメートルの長さがあり、それは害を与えるに、十分な位置まで毒を注入するのに、十分な長さである。 オスは、メスに比してとても小さく、ハサミ角も小さくて注入する、毒量も、はるかに小さい。毒は15センチメートル以上の主張を生じる。現実に注入される量は、成熟したメスの場合でも、物理的にはごく微量の毒液しか注入されていない。大人の健康な人の体内で、この微量の毒液が血液を通じて拡散した場合、通例、致死量に至ることはないが、 ゴケグモ思考症によるとても不快な症状を呈することがある。生理的には心拍数の増大、血圧上昇、それに呼吸困難と麻痺を生じ、死に至る場合、その原因は呼吸系の筋肉の麻痺からの窒息による。また、全身にわたる痛み、筋肉の痙攣発汗、不安、幻覚などの症状も起きる。ゴケグモ類に噛まれて健康な成人が死ぬことは、 1000人あたりの雲に噛まれる回数から見ても比較的少ない。アメリカ合衆国では1950年から1959年にかけてこの雲に噛まれたことによる63人の死者を出したことが報告されている。一方ではゴケグモ族の地理的な分布域は極めて広い。結果としてより毒が強い他の雲に噛まれる可能性よりも ゴケグモ族に噛まわれる可能性が世界的な規模で遥かに大きく、世界中どこでもゴケグモ族のクモに噛まれて死に至ることが多発している。ゴケグモ類は大部分のクモより強力な毒を持ち、高血生の開発による血生療法が確立される以前には噛まれたもののうち5%が死亡していた。血生治療を受けた場合にも時として 心臓や循環系についての集中治療が必要な場合がある。この蜘蛛の毒は神経毒である。毒液の中には多くの有効成分が含まれている。本種の蜘蛛はその猛毒で多数の人間を死に追いやったことから実在、仮想を問わず、兵器、人物の愛称など広い範囲に使われている。ありがとうございます。